ザ・クアリー夏のサワーキャンプ。どうも平野さん。いきなり平野さんいきなり俺のいきなり一緒に実況を取ろうとしてるやつの名前を間違えごめんなさい、ね、そうになってたよ。いやもうね、平野からの付き合いやから、ね、そうだね、そうだね。そうで、しかも、はい、今なぜ平野って言ってしまったかというと、平野だった頃にアンティルドーン取ったじゃないですか。はい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 、はい、あれ以来やなっていうのを頭に浮かべてたら、はい、平野やったね。まあなるほどね、なるほどね。しかもあれですか、また何ホラーですか。そうですよ。しかもまあ似たような感じですからね。ストーリーを進めていって選択肢をこう選んでいくみたいなね。ああ、はい、そうそうそう。だから久しぶりにピラノとやろうと。こういうゲームはやっぱピラノでしょうと。こういうゲーム一人ででけえもんね。いや最近ホラー体制だいぶついたけどね。ああ本当は。ニューゲームでいいんやろうけど。はいはい。狼の群れ。説明が分かる。フレンドと一緒にプレイ。ああそういうこと。あ、一つのコントローラーでフレンドと一緒にプレイ。あ、こういうのもあんの。これやってみる、協力プレイ。でもキーボードっすよね。そうだね、今キーマウでやってるから。ちょっとやってみよう。え、マジで。プレイヤー1、はい、うん、キャラクターを追加ってなんだろう。え、ローラ。あー、ローラ、はい、うん、プレイヤー2。お、追加、あ、できる。お、できた。ジェイコブ。あ、選べんだ。ジェイコブ。あー、なるほどな。あんじゃ、ちょ、選ぼうぜ。そうだね、プレイヤー1からプルニキ、うん、ローラ、ジェイコブ、うん、アビー、ディラン、うん、ああちょっと皮肉屋顔してんね。ライアン、エマ、自信か。あ、エマいいな。ああいいね。自己演説、物おじしない。ニック、礼儀正しい、不器用、感受性が強い。ああ、好青年。もうホピラノっぽくない。あ、やった。感受性が強くて礼儀正しいんだ。礼儀正しい。やった、ね、武器のとこもちょっとあるし、ね、天強気、狡猾、ケイトリン。まあどうしようか。なんかこの主人公っぽい、ね、探求心、ね、自立心、決意、うん、まあ、これ使いたいなみたいなとこあるから。はいはいはい。まあ俺ローラ使う。主人公っぽいもんね。ね、うん、じゃあ俺高青年で行こうかな。高青年で行く。うん、ニックな。ニックオッケー。よっしゃ。じゃあこれでいいんかな。クイックスタート？いや、キャラクターをランダムに割り当てますじゃないよ。うん、うん、これでいいんだよ。ああ、でこれでいいんか。でニューゲームで、ニューゲームすりゃいいんか。すりゃ、先ほど設定がある。うん、字幕の色は、あ、キャラクターによって変えない。あ、キャラクターごとに。いや、これめっちゃいい。これいい、これいいよ。おーおーおーおお。何やっけ、真夏のサマーキャンプ。真夏のサマーキャンプ。アバンチュールや。ノリノリな。すげえノリノリなタイトルやけど。ニューゲーム行ってみましょう。おっしゃー。はい。ビデオテープが回っております。おー。ちょっと、時代感がそのビデオテープの世代なのかな。あー、VHS。そう、VHS の時代やから。デイビッド・アーキュテ。もう着いたそばから暗いやん。そうやな。なんでやねん。サマーキャンプ。いや、もうスケジュールガタガタやん。夜に着くの。あ、そうやな。そうやろ。おかしいな。おかしい。確かにな。夜に着いていきなりキャンプファイヤー、初手一泊。にしても準備してからやんな。ねえ。そうよ。テントとかさ。うん。ああ、日中に立てるもんでしょう。そうやね。ホラーゲームあるあるないけど、なんでみんな夜に探索したりさ。ああ。するんやろうな。ああ、夜に遊んだり。ねえ。やっぱそのなんかヤンキー感というか、ああそういう感じなんやな。うん、うん、もうすごい獣道走るしさ。あれあれ、これ何してん。これ獣してんじゃない。獣してんか。あ、じゃないとあんな車とか走られん。そうやんね。ね、獣してん。獣してん。獣が獣道を。今回のね、うん、敵ね。あ、敵してんね。これなマジ何してんのやろな。ほんまに飛んでるで。ほんまや。うん、猫バス乗ってるみたいになってるよ。猫バス。ドローンしてんの。あ、見てる見てる見てる。目つけられたやん、もう。ね、ああ、生きてこんなところ走るから。そうだよ。ねえ。こんな夜に来るから。そうだよ。だから異様のものに目つけられるのよ。そうだよ。いや、もう、やっぱね、こう、恐ろしい目に遭うのは悪ガキって相場が決まってんだよ。決まってるよ、うん、これ悪ガキそうな運転してるもん、ほら、うん、右に左に蛇行して、いや、赤いフラッシュ焚いて、ええー、とこ見せたろう思て、ね、ドライビングテクニック。これ男女かな、これ乗ってんの。あれ俺ら二人なんかな、これ乗ってんのってことは。もう男女よ、俺と、そう、あの高青年と。そう、もう名前忘れたけど何やったっけ。あ、でもそうやね、ローラと。はいはい、ローラ、はいはい、
国道191号線。え、左にハンドルあるっけ？左にハンドルあるってことは？うん。あ、僕が運転してる。ちょっと、なんで？いや、違うね。間違う。やっぱあそこに出てくるキャラクター全員出てくるよ。がつく言葉よ。アンティルドーンの時もいっぱいキャラクター出てきたよ。はいはいはい、うんうん、マッサージ。あ、日本語迷子、マックス迷ったの。いや、現在地不明なだけ。そう、つまり迷子。迷ったわけじゃ。マックス迷ってる。マックスの声さ、洋画の吹き替えでめちゃくちゃありそうな声してる。なだぎたけしさんみたいな。そう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 。ディアン・マッケーみたいな。ディアン・マッケー声してるよ。話すことをめっちゃ好きやわ。してたね。あ、チュートリアル。パケット採集場において、君がこれから遭遇する、さまざまな困難に対処する方法を教えよう。マシュマロやことこれはクイックタイムイベント。ね、あ、キューティー。めちゃくちゃチュートリアルや。最適なタイミングで行動する。頑張れ、フルニケ。頑張ります。はい。不用心に歩き回らないこと。パケット採石場には危険が潜んでいる。周囲に注意するのは大事なことだ。あれぐらいにね、注意を怠れば、ね、キャンプなんてできません。どの道を進むかは君に任せられている。俺がキューティー戦だ。危ない、無理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 。これは無理。これはこれはいくらキューティー成功しても無理よ。無理無理。助けられない。お、あ、iPhone が。はいはいはい。ナイスナイス。ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。やるね。どうも。表情豊かやな、ね。道がどんどんひどくなってく。キャンプならではのワイルドな体験さ。今キャンプに向かってるんだっけ？ずいぶん前に忘れてた。どんだけ迷ってんねん。なあ。あのね、マックス、いいの、迷子くらい誰でもあるわ。だけどコロンブスが迷子になってこの大陸に上陸しなきゃこの国は生まれなかった。あ、そうなの。目指してたわけじゃない。もコロンブスはあのインドを目指してた。コロンブスは北米に上陸してないよ、うん、インド目指してアメリカ大陸ついちゃった。そうアジアと勘違いしてたし。それマジ、男って迷子になっても認めたくないのね。でも今じゃコロンブスを称える日まであるんだから怪我の巧妙だね。いいから、うんざりして死んじゃう前にキャンプ場にたどり着いて。やってる、今でついてるよ。なんで迷子なる。いや、ほんまに。ね。あ、でも VHS の頃のナビってもうおバカさんなんじゃないの。あー、ね、あの高速道路の途中で到着しましたっていうやつな。おっと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 。地図オッケーオッケー。はい、地図。何が？こういう時助けてくれるのはやっぱ上州席のね、はいはいはい、そうじゃなくて普通の地図は、ね、これがそうでしょ。いや、スマホの、あれなんかナビあったよ。あれスマホ、スマホもある。あれ VHS でスマホ、ん、今やっぱ時代は今か。時代は今、うん、ね、さて、ここはそう、帰ろうぜ。いいよ、帰ろう。キャンプ場は載ってないみたいね。看板なかった。諦めろよ。あれ、朝に来ようぜ。マックスどこ見てんねん。え、映るやぞ。ちょっと前見てよ。そりゃそうや。やばいやばい。当たり前や。おお、何、人、今引いたよ。ああ、突っ込んだ。ああ、やばい、息をやまって。ダメ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 。やっぱあかんわ、ホラー体勢だよ。あ、ちょっと、はいはいはい、キューティーだけは、キューティーだけはしっかりしてる。左手だけはちゃんと構えてるから大丈夫。びっくりはしたけど。いや、びっくりした、一瞬何やったんや、あいつ。え、なんか、結構しなびた。しなびてたね。しなびてたよね。うん、しなびた何かわからない。おばあさんかおじいさんか。おじいさんか。一応、生きてるよ。なんだよ、今のは。熊？熊？あ、動物やったか。え？キツネみたいな。違うわ、熊じゃなかった。じゃあ何？キツネ。人だと思う。え、マジで？ね？マジかよ。人を跳ねたかな。わかんない、際どかったけどスレスレで当たらなかったかもしれない。ねえ、ドゥンって言うよな。はい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 、ね、あのボンネット特有の。そう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 。ドゥン。跳ねたことあるんすか。ないよ。えらい具体的に言うじゃないですか。ボンネットの上叩いたことぐらいあるでしょ。いや、な、戦いやろ別に。ドゥン。大丈夫そう。やっちゃったよ。あ、やっちゃってる、やってんな。血ついてる。見た目ほどひどくないのかも。え、へばりついてんの。エンジンをかける前に壊れてないか確かめた方が良さそうだ。工具を取ってトランクにあるから。あ、筋肉使ってやっちゃったっつってる。ああ、そういうことか。うん、そうやね。ああ、よかった。なんか跳ねちゃったわけではなさそう。ね、その跳ねた痕跡がへばりついてるのか。また誰視点かわからん視点が怖いのよ。ああ、いや、スマホライト係出た。ああ、そうですね。文明の力。あ、あれ？ん？動く時が来ました。なるほど。じゃあ寺、ん？いや、工具を取ってくれって言われてたよね。うん。なのでトランク？
まあ、とりあえず、ね、とりあえずあたりをなんか虫の除けスプレーを巻いてるみたいになってたよ。あ、なんだ、チュートリアルをアンロック。おお。あ、でも別に、あ、ちょっと見とくか。戦闘、はいはいはい、戦闘あんの。いや、やっぱり未知なる獣と、ん、今クイックタイムとリアクションしか見れねえのか。これ見たよ。これは見たね。うん、あ、いい、あ、いいです、いいです。あ、スキップできねえか。スキップできない。いいこと。パケット採石場には危険が潜んでいる。周囲に注意するのは大事なことだ。足元見えてるくせに何でも目の前見えてないの。大変な事態に陥るかもしれない。どの道を進むか、俺カットする言うてんのに。障害が残ることは決して急にすんって黙るんかと思ったら。いや、さっき言いたかった、言いたかったんです。ああ、そうか。さっき言うてなかったから。リアク2つしか見れないね。ここ消えてるから。そう、リアクション。まだお前は早いと。おう。来たリアクション。よし。チュートリアル可愛い。夜の間には、うん、様々な事件や出来事が発生する。うん、それらにどう対処するかは、そうよ、自分で決める。これはあくまで提案だ。うん、この通りに行動する必要は。逆に動かしやれてか。ああ、報復されてんやん。むしろ別の行動を取るべき場合もある。一番セクシーなところが、な、やっけてる。でも。ちゃんとあの落ち首の部分はね隠してたね。隠れてたからちゃんと大丈夫だ。猫空気読んでたな。え、結局え、何やった、何リアクションはどうやったらリアクションなの。そうやんね。うん、リアあ、自分の起こした行動によってその後のリアクションが変わってきますよっていう説明っていうだけかな。うん、うんうん、じゃあまあ大丈夫かな。戻ります。はい。いや、おとなしく工具取ってやるか。工具って多分工具座席やんな。うん、トランクって言ってたし。で、トランク調べる。はい。なんか調べるの時間制限なのか。なんか見けた手紙。見ちゃうんだな。リジェクテッド。どういう意味。お前は排除されました。え、ん、何、なんで黙ってたの。会社か。あ、じゃあ大学を辞めさせられたんや。へえー。あ、じゃあ入学拒否かな。うす、悪ガキ中の悪ガキや。そうやな、うん、何が理由か分からへんけどね、うん、はいはいはい、はい、うん、手伝おうか。じゃあここを照らしてくれ。これについて言うんかな。勝手に見ちゃったから言わへんの。はい、よし、ありがとう。で、この2人はやっぱさっさと出発しましょう。着いたらキャンプファイヤーを囲んで歌って合流じゃないんかな。そのまま眠りにつくんだ。合流か。キャンプファイヤーの周りで眠ったりはしないと思うけど、ゲームの概要としては火がついたらどうするの、たくさん の、 このキャンプに来てる人たちが全域残れるかみたいなゲームらしい。あ、そうそうか。じゃあ恋人じゃない可能性もあるのか。うん、そうね、うん、ただただちょっと仲いいだけの。なるほど、一緒に向かってるっていう。そう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 、恋人未満、あのグループ交際ってやつですか。そう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 、避けやがってみたいなことなんかな。ちょっともう一回見ちゃった。あ、ほんまに退学したんかな。ちょっとゆっくり見るか。見るか。理由はなんなんやろな。お、テキスト表示。テキスト表示。お、OKOKOK。ブラン、あ、ブリンリー、ブリンリーって誰だ。え、マックスじゃねえ。不合格。ランディス大学にお問い合わせいただきありがとうございます。今年は興味深く素晴らしい願書がたくさん寄せられましたが、入学許可が下りたのはごくわずかでした。貴殿の願書を慎重に検討した結果、素晴らしい点が見受けられたものの、ものの本学の入学倍率は、熾烈を極め、うん、極めたため、残念ながら貴殿の願書はご希望に添えない結果となりました。当校は、他の大学への応募を推奨いたします。貴殿の今後の活躍を願っております。平たく言ったら他の学校行けって言われてるやん。そうですね、かわいそう、かわいそう。え、でも2枚目あるこれ。うん、ありがとうございます。そうかメイソン、ね、大学に、あ、そうね、 Thank you for your interest in Landis University やから、そうね、行きたいところに行けませんでしたよと。お、目線が変えれんのか。んローラ、ローラキャンプ、まあ今んとこなんもないね。うーん、今は周りを調べろってなってるので。うん、おもろいよ、ね。アンティルドンの時もこんな感じだったから、なんかやたら人の表情見せられたら思い出したわ、なんか確かにこんな感じやった。なんちゅう感情なの。戻ろう戻ろう。あ、ほんまや。で、戻る左って書いてあるよ。出てるよね、左。あ、これか。あ、バックスペース。あ、バックスペースか。珍しい。しなんか見てない？大丈夫？ああ、うん、俺は散策やんね、この車が治るまで。あれ、マックスに何か言われてたっけ、指示出されてたっけ。
工具は渡して照らして、この辺を照らしてくれって言われて、照らしてくれって言われて、でその後はなんか世間話して終わったくない、あ、そっか、あのキャンプ着いたらファイヤー囲んで歌うんだみたいなこと言うて、お、ん、視点変わった、サイラス、サイラス、あ、え、え、あれなんかあのおばあちゃん、あの見たよね、入院患者みたいな服着てなかった、そうやか、あ、白衣、白衣、白衣というか、白衣というか、そう、どうした、そこに何か、うわあ、じっとしてたよ、もう終わる、気になっちゃったよローラ、お、どうしよう、どうせよ、どっちがいい、いや、もう行きましょうよ、行きましょうよ、行きましょうよ、指図しないでよ、指図しないでよ、指図しないでよ、道に迷ったくせに、フラフラするなって、どういうこと、あんたが道に迷ってくれ、こうなったのよ、いや、深い意味はこういう子が死ぬんで、でしょうね、集中したかっただけなんだ、分かった分かった、天草苛立っている、あ、それより誰かいるみたい、これでこの関係性がちょっと崩れたりするんじゃない、怪我人かも、あ、そう、なんかアンティルドンの時そういうのなかった、ね、見てくる、この子とこの子仲いいか仲悪いかみたいな、ちょっとストーリーが変わったりあったから、やべえな、突っ込みすぎたらこれ全員死んじゃうか、そうやな、ちょっと慎重に考えたとこもあるから、仲良くして、そうね、うん、まあまあいいんじゃない、でも初回プレイやしさ、ね、好きにプレイして、うんうん、全員生存エンダーなんか無理やから、ね、多分ね、うん、うん、何もないところで後ろにこけたよな、え、なんかに足引っ張られたんかな、あの木の根っこじゃん、あのチュートリアル通りチュートリアルの子は避けてたのに、避けてたのに、マジか、この子はね、え、暗転ドンしました、暗転ドン、暗転ドンしました、はい、こけちゃった、で、はい、ジャル、あ、不気味だね、森の中、そうね、うん、で雨も降っとるからね、はい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 、はい、行っちゃっていいんかなこれ、おお、え、てかもう強気やな、ねえ、戻られへんやん、うん、そうやね、ね、行くしかないから、スマホの充電切れたらもう、そうよ、ねえ、車で充電できるタイプやったんかな、ああ、お、スキャン版、ん、スキャン、なんとかスキャン、なんか不気味な恐怖の宴のポスター、何、サバとプロローグ、巡業サーカスのポスター、ずいぶん長い間この森の中に放置されているようだ、それに橋が焦げている、ほう、え、燃やされたけど燃え尽きてない、どういう意味、こうなる、うーん、まあでもサーカスやね、別にサーカスのポスターこんなところに貼って人誰が来んねん、そう誰が見んねんこのポスター、まあ、キャンプ場が近くにあるとしたら、あ、なるほど、その近くで、はいはいはい、夏フェスみたいな感じでやってるかもしれない、あ、なるほど、そうそうそう、フジロック的なね自然と調和する自然の中でね、野生の、うんうん、ロックフェスがね、本当にサーカスフェスがね、サーカスフェスが大自然のサーカスフェス、 それが恐怖の宴に、恐怖の宴なんてサーカス見たことないけどなサーカスってもっと楽しいもんね、あ、そうね、でも分岐がありますが、え、分岐、え、お、道が分岐してんの、うん、これ右と左に分岐してた、あ、え、で、振り抜き左行った、左行った、左が行き止まりだったから、行き止まりから行くのは RPG の基本、いや、もうよし、何もないな、手錠、手錠、脱出マジックのドラゲン、ほんまに恐怖の宴用のやつやね、こんなところに置き去り、奇妙な器具が詰め込まれたトランク、脱出マジックに使うものだろうか、巡業サーカスがここに来たことを示す品だ、いや示す品やけど持って帰らへんかったんか、手錠だけ持って行こうぜとりあえず、ダメか、どうすんの、マックスが暴れ出した時用にさうわぁ、俺は大学に入れなかったって急に急に挫折をあらわにするかもしれんから自暴自棄に、こっち行ける、ん、うん、行けそうね、こっちも行けるな、え、分岐多ないね、うん、あ、戻っ、あ、あるわあるわ、なんか、おぉ、食品、あ、看板ちゃん、これサーカスの、あれ、奥にテントちゃん、この奥行けるんか、壊れた檻、サイラス、犬の子、あ、サイラスってなんかさっき言ってたね、あ、9で表示がちょっと俺が遅くて開けなかった、ほぉ、犬の子でここで見れんのかな、さっきのやつ見たよ、手がかりで、あ、これこれこれ、おぉ、古びた檻は年月を経てほとんど森と一体化している、何かの動物がここをねぐらにしていたようだ、おぉ、あ、動物、さっきの動物と関係があるのか、ねえ、うん、ここをねぐらにしてたやつ視点なんかな、気味悪い、ね、うん、気味悪い、檻ね、あ、この木のボロボロになってるやつが檻ね、そうね、へぇ、サーカスの、
ああサーカスなのね。サーカス、もう猛獣使い用の猛獣が買われてた檻みたいな。そうじゃない、はあ、ライオンとかクマとか。はい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 、ね、だいたいそんな感じ。クマの玉乗りとかあるっけ。クマ玉乗るっけ。クマ玉乗るか。クマは玉に乗り、うん、ヒノアはライオンがグルグル。うわリビング横切るような服装でそうね、うちのお母さんがそう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 、ネグリジェ、汚いネグリジェみたいななんか、あ、これただの虫かな、せやな、うん、角度が怖いねよな。いや本当にそれ、思わせぶり、うん、角度よな、これ、この子死ぬわよほんまに。サイラスサイラスを呼んでんねや。あの檻で飼われてた猛獣を呼んでんねや。あのネグリジェの人が。あ、このサイ、あ、そうやんね。うん、え、サイラスだってローラの。うわーこの角度怖いよ。お、追っかけられてんだ。追っかけられてるよ。これ視点変わってるってこれな。絶対な。絶対これ。これおばちゃん視点よ。おばちゃん視点よこれ。ああいやいやいやだ。ね、いやだいやだ。ネグリジェストーカー視点よこれ。見ろ。そうよ。確認しろ。いねえのか、本当に本当にいねえなおめえ。見てくれこの表情。いた顔してるけど。うわって顔してたよ。え？急に焦り出した。ね、どうした？急に怖がり出した。これおばちゃんしてんよ。もう戻れ戻れ。怖かろう。なんそんな息切れてんの？ね、急にね。そんな走ってへん。なんか見たんか？あ、いや、おー一瞬。一瞬おばちゃん。ね、一瞬おばちゃん。あやっぱ見えてたね。ね、確認したもんな。でもいなかった、消えてる、そこには。お願い、あ、あ、言うてる、なんか言うてる。おばちゃんがなんか言うてる。いるんでしょ。そうやで、私はサイレスではありません。そうですよね。なんで、なんで危害は加えないでください。そう、お引き取りください。サイレス、おお急出してきたぜ。耳元そら怖いわ。耳元で来てんの。ねえ、耳元で知らん人の名前ささやかれたねえ。あ、これ戻れるか。もう俺なら迷ってるね。あ、もう戻れないね、車のとこには。おっと下、はい、オッケー。あ、これな、これな。あ、コケティ、あ、これやったんや。チュートリアルのやつではぶつかってた。あ確かに。あ、猫、ね、猫、来たよ、来たよ。よいしょ、ナイス。失敗したら早速死ぬんか。あー、あー戻ってきた。捕まんじゃないの。でもマックスいない。マックス、うわー、そうだろ。マックス、どうしたんだよ。おんのかい。何よ、どこ行ったの。ねえ、え、うっ、嘘でしょ。サイラス、おー、聞こえた。マックスに聞こえたかこれ。ねえ、うん、今のは、ね、ああ感じてるわ。そこ車、なんだ今の。早くマックス。後ろからいそう。後ろから急に出てきた。治ったんか。そうよね。ね、うん、治ったから探してたよ。今のマックス。あ、なるほど。多分、ね、でも音は。音はね、そうね。ああ。でこんな暗い森の中でそんな不気味な音聞いて怖がって。かかるか。かかる。エンジン。おいおいおい。何よ、調べたんじゃないよ。さっきは大丈夫だった。また止められた。焦るならわかるけど落ち着きな。焦るどころか気がおかしくなりそう。ちょっと動物か何か。動物じゃない、見なかったの。女の人だった。今はそんなこと。よし、ほら大丈夫だったろ。おー、かかった。ねえ、早く出して。うん、やるんでる。マックス、やってる、やってるって。やってるな、うん、やってるけど、これはこれは多分、嘘なあかんタイプやね。ねえ、ねえ、ん、大丈夫、車の中だ。おろろろろろ、違う、こっち、普通のお兄さんや。これはリアルお兄さん。心臓止まるかと思った。いや、でも、シワの生き方が悪い人や。開けなさい。ワンか。こんばんは、どうしたんですか。こんなところに怪我はないですか。大丈夫です。ちょっとびっくりして。首に血ついてない。ねえ、ねえ、ふむじゃないよ。こわ、あ、こわ、顔こわ。こわんか。悪人よ、あれは。あれは絶対スリザリンよ。スリザリンかもしれない。一体何が癒着してるぜ。ボルデモートと癒着してる。あれは。ね、そうよ。ボルデモートに捧げるやつを見に来てるよ。ね、うん。さあ、チュートリアル来ました。分岐。
はい、身を守るヒントシャープ4。あれ、3見てない俺。3見てないね。パケット採石場は一筋縄ではいかない場所だ、はい、知られざる場所や調べるべき謎も多くある、はい、進む道は自分で選べるが、うんうん、その結果には責任を負わねばならない。あれは、あれは責任負いようがないよ。わからん。わっ、やすい。すごい。あ、ベア、あれ、クマない。なんで細い木に隠れるんねん。道などというものは存在しない。うわ、何が起こるかわからんすぎる。どこ行っても恐怖やな。ねえ。01、はい、あ、でも VHS 感もあるね。はいはい、危険しかないよこれ。分岐によってはシャープ3もあったんかな。やんじゃない。もうすでにね、そマックスの言うこと聞いてたらシャープ3見れてたかも、ね、おっと、これは保安官に対してか。どうする。じゃあ、いや、ごまかそうぜ。ちょっとなんかこの保安官さ、うん、怖い。わかるわかる、怪しいじゃん。信用はできないね。え、うん、ちょ、誠実には生きにくいわこいつには、うんうん、その走ってたら本当に真っ暗で先がよく見えなくて。嘘は言ってないけど、多分、うん、穴か何かに落ちちゃったみたいで、それで道から外れてこんなところに。そう、うん、別に嘘は言ってないけど、本当この辺は道が悪いですよね。かくってかくって、はい、うわ、首の悪なんやろな。かきすぎたんかな、ね、あのレベル5発狂してるよ。そうよ、ひなみざわ小国も俺思った。起こしてるよね、首かきといえば。ケイチさん、ケイチさん、首が痒くないですか。ケイチさん、ネタが若干古いからこう出そうか迷ったら、いつもええかって。で、保安官はまあそれやったら助けたるか的な。おお、サンキュー、経営してくれた、ありがとう。いや、顔で決めたらあかんのかな。そうなのかな。いや、でも血は怪しい。お、ありがとう。よー、ありがとう、ありがとう、あざます。パトロール中。さて、こんな真夜中にこんなところで一体何をしてたのか教えてもらえますか。絶対お前らやらしいことしてたやろって思われてるよね。高圧的やな。まあでもちょっと助けてくれたから。そ、キャンプに向かうって言ったら、だってね。ね、別に。ハケット採石場に行くんです。いいんじゃないかなと思うよね。で、道にもキャンプリーダーとして。リーダー、へー、リーダー。は、明日からでは。え、それは分かってます。早めに行って慣れておこうかなって、うん、連絡はしてありますから。明日からって知ってる。ところが誰かさんが地図を読めないせいで、ねね、完全に道に迷っちゃって。この地域で有名な催しなんかな。ね。うん。キャンプ場を開くの自体が明日からなんかもしれない。ああ、わかんないけど。表情よね。ねえ、カケット採石場には行く。あれ、おい、なんでや。今はな。今は。え。明日行けと。ハービンジャーモーテルなら近くですから、今夜はそこに泊まってください。モーテルにね。いえ、予定通り行きます。あら、あら。カケットさんには行くと電話で伝えてありますし。マダム、ハービンジャーモーテルに行きなさい。いいですね。重たい。言うだけや。怒ってんな。ちょっと頑固になろうか。ハケット採石場のハケットさんが、切り盛りしてるキャンプ場なんね。うんうん、うん、え、なんで。そう聞きたいよね。なぜなのか。なぜなんだ。なぜなのか。言葉ですけど、なぜ言ってはダメなんです。それは教えてくれ。ダメだと言ったら。あ、出た出た出た。これ。出た出た出た。応募よ。そんなこと言われても納得が。そう、納得いかない。え、いや、それは降りれないし、車降りたかんよ。絶対降りたかんよ。マダム、車から降りてもらえば。マックス車出せ。地図で道順を教えるだけですから。なんと車降りやんくても行けるやろうがい。教えれるやろうがい。窓越しでええやろい。そうや。行くんかい。警官はイライラし始めそうやろな。乗っていなさい。こっちもしとるわ。なあ、お前やで。お互い様やぞ。お前。大丈夫だから任せて。じゃあマックスも降りろって。あ、うん、残っとけって言われたんか。はい。で、地図。ああ。雨、あ、雨降ってた。雨やんだな、いつの間にか、そういう。お前や。まず今は。何これ。鉛筆なんか変な癖、気持ち悪い癖。うん、そうやな、鉛筆食べる。この辺り食べる。まず鉛筆を食べる。ハービンジャーモーテルはまず鉛筆を食べます。ここ HB 最高。HB が一番うまいんや。うん、そうそう。うん、でハービンジャーモーテルのスタッフがどっちも頑固やな。どっちにしろモーテル行って道聞けってか。ね、はあ、明日ならいいよ。
頑固者同士の対決が。うん。別に明日でも良くないと思うけど。もう。で今日行きたいそんなに。ねえ。連絡したとはいえね。ハービンジャーモーテル。寄り道せず。いちいちこの人画角気にしすぎないよな。そうそうそう。多分このちょっとうつむいてるところが一番イケメンなの。個人的には。多分下げる時も。そう映り気にしてるような。映り気にしてる。絶対あの鼻の穴をあまり大きく映させたくないよ。いやいい表情やった保安官。ね、うん。悪人ずらしてたわ。してたしてた。なんか。パトカーってあんなカラフルやもうあの向こうのパトカーはもうあれなんじゃない？あんな感じか。ずっとラスベガスよ。なんであんなところにいるんだ。ラスベガスよ。お？お？いやマックス何もしてくれへんかったからさ。そうよな。変なやつだった。変なやつだった。マジでヤバそうな雰囲気。そうヤバそうな雰囲気が出てた。シャワーを最低10回は浴びた方がいいの。そんな怪我された。それで落ちんだ。あそうそうそうちいちいそれそれそれ首のとこついてたね。いやね、はあ、ここまで入念に言っといて、この後モーテル行くかどうかついてきそうやけど、ああ、さっき出発する、じゃあ先を急ごっか、ね、一晩のうちにいろいろありすぎて、うん、もうお腹いっぱいって感じ、そうね、本当に、で実際のお腹は空いてますけどね、ここ空いてますよ、早くご飯食べたいですけどね、でも行くのはここ、どこ？ハケット採石場、頑固、うん。別におまわりさんを引っ掛けただけ。うん、やるな。行かなくていいのかな。これ言いつけ通りにさ、ね。あのね、怪しい森で怪しい警官に指示された怪しいモーテルなんか。それは確かに。それはある。賢いなこの子。うん。じゃあ行きますか。うん、俺なら帰るね。まだ。まあね。まあね。ハケット採石場も行かない。あと1回マダムって呼ばれてたら、こっちを鼻の穴に突っ込んでるとこだ。いやめちゃくちゃ楽しみにしてるよなキャンプ。あそうやんな。やっぱそうやんな。マダムちょっと失礼やんな。そうずっとマダムって言ってた。そうやんね。気になってたよね。何、うん？マダムってあの幽霊がマダム。それはどうかな。俺マダム嫌いじゃないし。いやいやお前の趣味は聞いてる熟女趣味は聞いとらんのよいいね別にいいけどさ分かるけど気持ちは俺もコギトさん好きやけどさコギトさんはあの都市行ってる風に見えへんからな見えへんからハケット採石場来ちゃったよ。ああ、着いちゃったよ。ああ、着いたんや。うん、冗談だろ。誰もいないぞ。はるばる運転してきたのに。決めつける前にちょっと見て回ろうよ。明かりがついてまさかメッセージを残しただけなんて言わないよな。うん、同じことでしょ。いや、同じなもんかよ。あ、メッセージ残して直接やり取りやってないんや。あ、すみません。既読いない。既読確認してないよね。メッセージ聞いてないんだ。私のせいじゃないでしょ。うん。ほら。誰かはいるはずだし捨てられてる車で単なる時間の無駄かもそんなはずがねえ車に戻るねえマックスねえへそ曲げないでよねえは呼びかけ呼びかけだよそんなはずはねえじゃない今のちょっと怪しかったよなそうそう感じたよ紛らしかったよねえお前に食わせるためやねえぐらいのねえやったそうやねそうやあここえここかよく開かないよね誰かいます？そうやね。いやーいやー。これ森の中で真っ暗な家怖いな。明かりついてたらなちょっとな安堵できるけど。ああ、あらへんしな。やだ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 な。そんな気持ちになりました。今あいつ出てきた？ね、あの人出てきたね。あいつって言うと思った。稲川さんで稲川さん怖い話の第一人者、ね、あいつって言うと思った。順次ね。順次。順次怖いから、ね。地図か？こう周辺の、ね。うん。トリーウォーク、トリーハウス。うん。これがハチェットクワリーっていうクワリーが採石じゃね。うん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 。キルユーって書いてない？キルユーって書いてない？ What doesn't kill you？ どういうこと？死に至らぬ傷は成長の糧となる。ああ。死に至らぬ傷は成長の糧となる。ああ。はあ。そのギリギリまで、うん、もうほんま死ぬぐらい直前までギリギリまでこう筋トレして、鍛
鍛え上げたらそれは成長の過程負荷、死なない負荷は成長の過程、死なない程度のギリギリの負荷、筋トレの教えはそんな感じやから、ね、タンパク質壊してタンパク質直してるからな、そうそうそう、それのことを言ってるんやつ、なるほど、キャンプ場まで来て、そう筋トレの教えを受ける、そう、なんなん、どういう扉なんこれ、どう、何の意味があって斜めな扉なんこれ、こんな斜めの扉って、お、なんかおる、サイラス？なんか食ってない？違うか、ねえ、声かけた、大丈夫？裸の人間、裸の男、しかも四つん這いじゃなかった？なんか座ってたね、急いで助けを呼んでくるから。こういう扉あんま見えへんけどね。ナクス、ゴミ燃やす、ああ、はい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 、焼却炉とかね、倉庫に誰かいるの、出られないみたい、あ、倉庫なんや、ハケットさんなのか、わからない、工具か何かで鍵を壊さなきゃ、せやな、はあ、戻ったよ、すぐ助けるから、逃げてったけどね、ねえ、おい、ちょっとそれ、いや工具って言うから、もっと他にあったじゃん、下に誰かいるの、これぐらいじゃん、あ、また取りに行こうぜ、あー、メイアップ怖い、メイアップ怖い、この目怖い、見て疲れたりしそう、ねえ、うん、あ、よかった、あ、怖い怖い怖い、あ、やめて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 、あ、それさらに大きく、ん、誰もいない、もう怖い、この後怖い、そうよ、ぶつかってなりそう、確かにいたの、ねえ、わかった、わかったから、開けよ開けよ、開けるか、え、私がやんの？まあ、レンジかな。レンジでしょ。ハンマーは。叩き壊すよりは。ねえ、うん。だって扉鉄でできてそうやったし。そうね。うん。テコの原理で開けるしかない。ね、うん。ネットで見たから大丈夫。なんか開け方講座みたいな。うん。レンジでの。ネットで見たから。レンジでの扉なんかな。ニッチな動画見てんな。お、いけるんちゃう、おお強っ、すげえ、ほんまに見てた、ほんまにやり方見てたな、こんな動画出してる人を自慢されそうそうよ、犯罪を助長してるよ、南京錠のエンチラの開け方、なるほどね、今後使わせてもらいます、はい、使うんかい、来た、ファイヤー、ファイヤー、あ、ファイヤーって書いてるのか、うん、これは火消し用のバケツかな、はい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 、まあ、普通のバケツやけどね、だね、ホラー映画みたいだ。だな。ホラー映画だよ。うん、ほぼ。あれ、マックスさ、運転する時から気になってんけど、手はあれ、いじってたからあんな油まみれになってますみたいな。やけど？ああ、確かにツヤツヤしてるよな。ねえ。うん、か、普通に化粧水とか。怪我してる？存在してる？あ、油が多いタイプ。あ、でもそうやろな。うん。いや、車いじってたからやんね、あれは。車いじって、ねえ、うん、気をつけて。落とせなかったね。ねえ。うん、待ってんのかよ、お前。なんで座んの？基本、ローラが動くよね。うん。うわっと？イアン。イアン。イアン。ちょっと血ついてたな。イアンなんてキャラクターおったっけ？最初の選択に。いやー。なかったよね。イアン。あ、イアンや。何や、これ。ベルト？首輪？ついた首輪。あー、イアンっていう動物なんかな？ロッジのシェルター。血がついたこの首輪は犬のものにしては大きすぎる。それに犬にイアンという名前は普通つけないだろう。へえー、そうなんや。イアンってなんか、あんまり日本で言うとその日本、日本で言うと犬に太郎とかってつけるってことかな。まあ、なんかイアン、そうなんかな。うん。うん、なんか名字なんかな、わかんない。ああ、なるほど。名字。ほお。あ、イアンマッケイとか。あ、でもマッケイが名字になるか。おいち！おぉ！マックス！マックス。イアン。ご飯があったよ、ご飯が。イアンの本。イアン。ご飯だよ、ご飯だよ。ん？誰してん？あ、物陰に隠れて見てんだ。ちょっと怖いな。さっきの裸の男だったね。ちょっと戻って、あ、ネズミか何かじゃないの？戻ったら戻ったで。確かに人がいたの。いたの。分岐する。ほら。今夜はいろいろ大変だったしさ、モーテルに行こう。明日朝一で戻って確かめればいいって。上から誰か来る？クタクタだろ。俺もだよ。怖い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 。ね、きっとその。おい！え？マックス。すよ。マックス。マックス。
わあ。飛びつかれて血がついてて。マクス。大怪我負ってるやん。やばい。やばいよね。やば。え？意識失う。もう一人死んじゃうの？ダメ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 。戻ろう。立てんのか？なすやで。急なの。嘘でしょ。え、選択肢も違った？我々は。え、もう助け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 。もちろん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 。うわあ、ぶっかけて、それ立ち去ったら死ぬでしょ。さすがにまだ、うん、まだ殺せねえよ。うわあ、早いね展開が。あれか、あの いいんじゃない。死体を、死体というかむき出しの骨のところに行くか、マックスのところに戻るかでちょっと変わってたんか。もう死んでんじゃんこれ。おお、力尽きちゃったのほら。いや、今また引っ張られたんじゃないの。あ、そういうこと。ちょっと待って。あ、誰。ワンカンやワンカンやないかい。だから行くなって言ったのに。ああ、しまったね。あの、これはその獣に対してどういうつもりだ。ハービンザーモーテルに行けと言っただろうが。あ、いい人なのかもしれん。え？いやいや、このこと知ってたんじゃない？うん、そうでしょ、ね、か、なんかここに見られたら嫌なもんが、このとこ隠してんでしょ、ね、それ見られたから苛立って、なんかエンディングかと思うようなエンディング音楽が、ね、あの流れてる、差し込まれてきてるんですけど、これは疑うべきやったんか。俺らは最速でバッドエンドを見たのかかもしれんぞ。一人は眠らされ、一人は死んじゃった、その保安官に飼われてるであろう獣に襲われ、ね、死んじゃった。あれエンディングに、これよく見る映画のラストみたいな。あ、いや、オープニングかもしれない。あ、なるほど。これが幕開けかもしれない。なるほど、ね、そうそうそう、待って、これで終わるわけないじゃない。で、この、採石場の謎を解き明かす本物の主人公が酒選んだ2人が出てくるのか。そうローラの方は主人公やから、はい、この後起き上がるかもしれんけど、はい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 、マックスはここでオープニングとして1人死んじゃう、はあ、漫談かもしれん。はあ、であれ